タリア、イタリア出身者のテスブークレーを使った、カジュアルなトートが出来上がってました。もうこれはマストバイ。もう本当にこれを逃してはいけないという素材が出てきましたので注目のアイテムです。サイズは S とこれラージですね。かなり大きいものが、出来上がってますが、以前のコレクションの中でオフィサーですとかパーリアシンテティカ、私はパーリアシンテティカを今すごく愛用してるんですけど、めちゃめちゃ褒められます。知らない人にも。そして、まずこの、テスブークレ、仕様を説明させていただきます。正面にはコード刺繍、意志あるものには道が開けるという言葉をラテン語で表現した、コード刺繍が施されています。そして、こちらの方にマーキスのエンブレム。そして、この扇形の美しいトート、サイドにこのテープの革で施されていて、そこにも革が施されています。そして、ここに、カシメが見えるのが、これが実はハンドルが内側についておりますので、見ていただくと分かるんですが、こちらに角管がついて、このカシメで止まっているという仕様です。ちょっとため息ものの新素材、ちょっと気持ちが上がる一品なので早く手にしていただきたいとおすすめの一品でございます。そして、開閉は内側の裏地の巾着がここに、ついておりますので、上はすっぽり、この裏地で中が見えないような仕様なんですが、この巾着の紐もイタリアアレックスの、角紐を使っています。そして、内側の仕様です。こちらにはファスナー付きのストラップと、もちろんナスカン付きのストラップ、そしてこのような、仕様になっています。まあ、日常デイリーに使っていただくサイズとしては、長財布もしっかり入りますので、一番使いやすいサイズがこちらになると思います。こちらがブラック、そしてブラックの L、もう私も、パーリアシンテティカで使ってるんですが、何でも入れてしまうの要注意です。とにかく大きい、トートバッグなんですが、中身入れすぎると実はこう、なんかなんとなく広がるんですね。でも、この巾着があることで、こう締めると、シュッとスリムになるという仕様になっていますので、本当にこれ持つだけでおしゃれに見えるという一品です。このデスブークレーの、ブラック、仕様は内側が、こちらがツナ付きのポケット、そしてナスカン付きのストラップ、そして大きなスナップ付きのポケットが付いています。かなり容量を入れていただくことができるので、週末ストレスなく何も考えないでバカバカ入れてしまうバッグとしてお選びいただける一品だと思います。そしてお色をご紹介します。こちらがアルジェント。アルジェントにもオフホワイトのコード刺繍、意思あるものには道が開けるラテン語で、少し画面で見るよりももう少しこうダークなお色かな、モニターによって違うと思うんですけれども、かなり、女心をそそるお色で、私はブラックかアルジェント選びたいと思っています。どの形にするかはまだ決めておりませんが、そして、内側の裏地はこのライラックの裏地を使っています。そしてゴールドやってまいりました。なんかもう気持ちも上がる、でも決してなんかこうギラギラせず品の良い大人が持てるゴールドに仕上がってると思います。シュリンプレザーのコンビネーションも、ブロンズということで、すごく落ち着いた、配色で、そしてスカイブルー、ゴールドとスカイブルーがこんなに合うなんてってこのバッグが教えてくれる配色だと思います。なんかね、サックスのシャツにゴールドのアクセサリーにこの、バッグを持っていたらすごく素敵だと思います。はい、それでは稲垣さん。はい。この素材。ね、はい。前のご予約の ADMJTV で、この素材だけね、そうなんです。キットバッグになると思うって、私ご紹介したんですけれども。そうだよ、どうですかね、って言って、このシリーズになったんですね。はい、かわいい。いや、すごいです。しかも、このコード刺繍が、配されてる位置が、ドーンとこのタイプではセンターに来て、いや、綺麗というか、もう華やかというか、これがもう、仕事してますね。すごいですね。ですよね。展示会でも、そうですね。人気が高かった。はい。はい。もう展示会で、皆さんこれの虜になって、いや、これはすごいよねって。昨年の AW で、リントンのツイードのコレクションがあったんですけれども、またツイードと思いきや、このイタリテシル社の織物のデスブークで。ね。まさかここか。柔らかいんですよね。そうなんです。なんか軽い、そう、軽いし、こう触った時に本当になんかこう、
チクチクのない上質なこの素材の良さ。どうぞお立ち台で。ありがとうございます。いやー素敵です。ブラッキー。いやブラッキーです。ねえ、このなんかこの風合いとコードシシューがめちゃめちゃ可愛くて、ね、素材感的にもう届いた時からすぐなんか気温関係なく持てそうじゃないですか。いや本当に関係ないでしょうね。もうちょっとどこ行きましょう。私も大きいブラック。大きいのかっこいいですね。下っ腹も隠せるみたいな。ごめんなさい、余計なことを言ってしまいました。ADMJ のブランドの傷つける小林君。いやいやいや。買わないですか。形がね、フォルムが大好きなんですよ、私。ちょっと違うお色もお願いします。うん、なんか本当にあの素敵なマダムの帽子の妻のような。バルジェント。うわ、すごい。バルジェントすごい。ちょっと、めっちゃ大きいよ、もう。おろください。おろおろ、まあ、ないですか。これいける？あの薄い服だったら、実際に多分、プロダクトの場合もう少し長くなる。あ、本当に。あ、じゃあ完全いけます、ね。はい。どうですか？ね、これでサンダルで、あ、ちょっと稲垣さん、おろ。あ、そうですの？はい、そうですの。本当？おろ持った方がいいですよ。本当ですか？なんかいいこと起きそう。おろ？8億円。すごい。いや、これ色迷いますが、はい。様これデスブークレーのシリーズこれだけではなくまだまだあるのでそうでしたちょっと迷いますが、はい、ちょっとこれはご予約必須アイテムだと思います。そうですね、はい、今この、ファントートの形でページをめくられた方、はい、サイズはこの2つになります。色は3色、ぜひこれはお早めにご決断の予約をしていただけるといいかと思います。全部押したくなっちゃいますね、はい、いろんな形で出てくる、はい、ということではありますが、はい、なんかもう幸せでしかないですね。なんか何の、あの、アプリ加工しなくても、キラキラが降ってるかのような。新しくないですか？いや、すごい綺麗ですね。これ、お財布、はい、あの、アールデコのお財布も入れていただくことができる。はい。いいんですが。ええ。どうですか？今度やってみていいですか？それにそれ？どれがいいですか？こっちのように入れてください。これ入れるかな？はい。金つながりで。わかりますか？ごめんなさい。余裕で今自分で見てみてしまった。すみません、もう、自分の悩みに入って。入りますね。サイズとしてはいいです、ね。はい。ラウンドのウォレットも。はい。あ、そちらお願いします。はい。アルゼントで。です、このスネークのブルードラゴンが大好きで。うん、私もちょっとさっき裏で見て素敵だなと思って。ちょうど長財布が横に入るサイズですよね。そうですね。はい。横長でこのもの入れてください。じゃあお好きな色をお持ちください。いやもう好きな色これ迷っちゃいますね。ね、それほど迷ってる意味がわかります。もう本当選べない。さっきちょっとこれ持ってみたので、はい、ちょっとこれ持ってみていいですか。はい、どうぞ。あの、服のトーンに合わせて感じて。あ、安心。やっぱ黒もいいんですよ。いやー、いいですね。ちょっと大きい黒など、私に。今、私は、実は、このサイズ、私はサイズは大きい方なんですけど、うん、これの黒か、アルジェントウェル。もうね、予約の時にそういうこと小林さん言わないで決めてから収録してと思ってますよね、お客様。でも、ギリギリまで私は迷ってるんです、本当に。本音になっておりますよ。ほら。いや、お客様もこれはもうずっと迷いますよね。どっち？私。え、今日の服装もありますよね。そうですね、黒かな。でも、展示会中では、小林さんは、アルジェントですよ、うん、イメージはこっちです。うちのスタッフに言われました、うん、イメージはこっち、普段のお洋服からも。なんかこれはちょっと、今日はいいけど、そうですよ、うん、イメージはアルジェントです。うん、でも、うん、なんか私ゴールド持つような女になりたい。いや、全部いいですね。ほら、ゴールド持つような女になりたい。全部お願いします。いやいやいや、すいません、余計なことを申し上げます。ほんと迷いますね。はい。例えば、じゃあ、あの、迷ってらっしゃる今、見てくださってる方に、何か、選び方、コツがあるとすれば。コツですか？うん。何を基準で選んでいけばいいですか？いや、どうせなら、ゴールドを選ぶな、だったら、ちょっとゴールドジュエリーにハマっている方は、ゴールドジュエリー。はい。続いて。そして、はい、なんかコンビネーションを楽しんでいただく方だったり、うん、あと、パールのアクセサリーを楽しんでいただく方は、ブラック。はいはい、はい。すごい合うと思います。そうですね。そして、アルジェントは、もうミックス系。でもね、ネイビー好きの方は、ぜひアルジェントを、なぜなら、シュリンクレザーの本が使われているので、そうでした。素敵に、名前を、本当に迷う。というのを、今の一つ、参考にしてみてください。正統派のフェイスブックレのトート、皆さんいかがでしょうか？もう、いいことしかない。いいことしかない。
ねえ、なんか待ってたらもう楽しくなりそうな。いや、本当に、あの、こんなこと言っちゃいけない。何言ってるの？よくあるじゃないですか。なんかもう本当に、あの、これがあればお金が貯まるよとか、そういうものあるじゃないですか。はい、もう本当にそんな感じくるかも感じます。本当ですか？そう思いません、これ。景気いい感じですよね。なんか、これ持ってたらもうなんか大丈夫っていう、何か知らないけど、うん、心から大丈夫と思えるような、そんなハッピーを呼び寄せてくれる場所です。じゃあ、財務大丈夫しますか？大丈夫。ゴールドが似合う、さっきからあの収録してて、部屋の下ゴールド、ゴールド。本当ですかね？ね、スタッフから。黒の、ね、黒だと思って、行っているんですか？まさに。じゃあ、ゴールド姉妹で行きますか？ゴールド姉妹で。はい、ねえ、はい。お姉ちゃん。嘘です。お姉ちゃんです。ちょっと。かわいい。あとちょっと思いのほか軽いんですけど。そうですね。軽さもあるし。はい。ちょうどいい。シュリンクレジャーこれだけ存分に使ってもらっていながら、軽やかに仕上げてもらっているので。で、蓋付きでしょ、ラップも。これもまたトートとしては。いいな。いい感じじゃないですか。ね、じゃあ、もう台に持たせていただく。もちろんです。もう、いいですね。ねえ。この黒はね、このコード刺繍がすごくメリハリが効いてるのをちょっと気になってるんですよね。なんかこんなにこう、はい、バッグのコレクションで新作が続々出るブランドって、はい、なかなかなくないですか？そうですね。それをコンスタントに各シーズンごとにご紹介しているので、はい、それはもう見てくださってる方たちも迷われてると思うんですけれども、はい、今回のこのね、素材、キラキラ系のものは、もう本当に多くのスタイリストさんたちも注目しているので、ぜひお早めにご決断していただいて、お早めにこちらは予約注文していただくことをお勧めしたいシリーズです。聞いてますか？いや、もう自分が迷ってそんなお早めにできないんですけど、稲垣さん。だからこそこの動画を撮ってるじゃないですか。しっかりと。本当に迷う。はい、迷いながら、あの、サイズは私たちの体型とかを見ながら選んでみてください。はい。ということで、こちらが、トートはサイズがこちらが M。そしてこちらがあのサイズトート。はい。これ、まあ、本当に、あの、日常、デイリーに使うにはこちらだと思います、はい。私たちみたいにね。はい、ちょっと荷物が重いタイプは。そして、ね、iPad 派の我々はこちらだと思います。はい。はい、おすすめいたします。ということで、こちらのトートご紹介でした。